1964年から1967年にかけてのベトナム戦争の戦況朝鮮民主主義人民共和国のベトナム戦争参戦はベトナム戦争において社会主義陣営がベトナム民主共和国に対して行った軍事援助の一つであり朝鮮民主主義人民共和国は北枠下の北ベトナムへ空軍部隊を派遣したほか様々な援助を実施した 北朝鮮及びベトナムは、ベトナム戦争終結後も参戦の事実を長らく、公式には認めていなかったが、2000年頃から双方が、その事実を明らかにするようになった。1965年、韓国がベトナムに派兵すると、北朝鮮は、韓国側が派遣した、同程度の武器、軍隊を、南ベトナム民族解放戦線に供与することを、繰り返し表明。 同年7月13日、金一第一副首相が経済施設団を率いてベトナムへ訪問した際にも派兵への意思を表明した。ケップ飛行場フックイエン飛行場ベトナムの交換戦士は北朝鮮の空軍派遣部隊を Z 団と呼称し、1967年から1968年にかけてケップ飛行場に駐屯したことを除いて、その正確な規模、 部隊構成、活動について明らかにしていない。実際に派遣されたのは朝鮮人民軍空軍第203軍部隊で、これは公衆飛行場に駐屯する飛行連隊であった。連隊長は、キムチャン,ソンジョウスケとされる。1966年9月21日付のベトナム人民軍公文書によれば、ベトナム労働党中央、軍事委員会常務委員会の会議場、 北朝鮮が空軍部隊の派遣を提案したことが人民防空空軍司令官分岐隊から報告された。北朝鮮側は派遣部隊は中隊ごとに北ベトナム空軍連隊に編入されること、北ベトナムの軍服を着用することなどを要望した。中央軍事委員会初期の防具エンザップは同盟国は尊重しなければならないが、 同時に、北ベトナムの主体性も保持する必要があり、将来の無用な混乱を避けるために、両者間の連絡、調整は明瞭かつ正確になされなければならないとした。9月24日から30日にかけて、ベトナム人民軍総参謀長版、ティエンズン、朝鮮人民軍総参謀長最高ら両軍事、代表団の会談がハノイにおいて行われ、9月30日に、 対応次のような議定書が調印された。1966年10月下旬から11月の間に北朝鮮はミグ -17 中隊1個を充足する人員を派遣する。1966年末から1967年初の間に北ベトナム側が機体の準備を終えた後、さらにミグ -17 中隊1個を充足する人員を派遣する。 1967年中に北朝鮮側が人員の準備を終え、北ベトナム側が機体の準備を終えた後、さらにミグ -21 中隊1個を充足する人員を派遣する。内部管理と戦闘式を容易にするため、北朝鮮側人員は各中隊に組織され、将来的には連隊として組織されることとする。この連隊が編成されるまでは、 各中隊は北ベトナム空軍連隊の励下に置かれ、北ベトナム空軍連隊の飛行場を使用するが、連隊が編成された後は独自の飛行場を割り当てられる。北ベトナム空軍連隊励下の各中隊は連隊本部及びベトナム人民防空、空軍司令部の指導、指揮下に置かれる。空軍部隊間、あるいは空軍部隊と対空砲兵部隊。 対空ミサイル部隊の間の調整は、ベトナム人民防空、空軍司令部の指導、指揮下に実施される。情報保障、航空機に関する技術保障など、すべての指揮、技術保障は北ベトナム側が提供する。北朝鮮側人員に対し、北朝鮮は、基本的な技術訓練、戦術訓練を実施する。北、ベトナムに到着後、北ベトナムは、戦場、気象、 作戦対象等の諸条件に適用するための応用的訓練のみを提供する。第203軍部隊が北、ベトナムに到着した時期は1966年10月下旬から11月上旬の間だったとみられる。10月19日には第203軍部隊に対して近日政が談話を行っており、12月22日には6週間前に北、ベトナムで 北朝鮮パイロットが確認されたとの情報がアメリカで報道されているためである。第203部隊は飛行訓練を終えた後、1967年5月20日までに実戦配備された。ベトナム国家大学派の移行人文社会科学学部のグエンティ・マイ・ホアは派遣の日時を1966年10月20日、初公戦の日時を12月15日としている。 第203軍部隊の各中隊は北ベトナム空軍第923連隊に編入されたが、この部隊は爆山省乱山県のケップ飛行場に駐屯していた。ミグ -21 中隊については、復元飛行場に駐屯していた北ベトナム空軍第921連隊に編入されたとも言う。部隊の規模については、様々な数字が挙げられている。 当時北ベトナム空軍司令部政治委員だったファン・ハクヒー・将はドゥイチェーガミの2008年8月28日付の記事では87名が参戦したとし、ティエン・フォン氏の2012年8月6日付の記事では飛行士24名、地上要員113名が参戦したとしている。マイホアによれば派遣部隊は総員384名で、 1968年1月には総員185名に減少し、5回の自民交代を経た1968年12月末の時点では総員159名であった。1996年に韓国へ亡命した元北朝鮮空軍のイチョルスは、1個連隊70名が6ヶ月ごとに交代し1967年から1972年までの、 間に、延べ800名程度が派遣されたと証言した。非衣装省によれば、北ベトナムは1966年から1969年までの間に222機を撃墜して51人の捕虜を得ており、そのうちの26機が派遣部隊の挙げた戦果である。1967年5月20日には、金日星が派遣部隊に対し米軍機10機の撃墜を喜ぶ。 祝賀文を送っている。イチョルスの証言では、派遣部隊は1969年5月28日に発揮のミグ -17 で12機の回 -105 を撃墜する戦果を挙げ、これを記念して北朝鮮は谷山飛行場中屯の第528飛行連隊を創設したという。ベトナムの報道は、部隊が派遣期間中に14名の戦死者を出したとするが、 これは口述する爆山症の墓地に残されていた墓碑が14機だったからである。墓碑によれば最も早い戦死者は1965年9月24日に死亡したウォンホンさんで1946年4月25日生まれの19歳であった。ただし彼の戦死の日付は舞台派遣の協定が結ばれた1966年9月30日を1年以上遡っている。 イチョルスは80名が戦死したと証言し、爆山消墓地には、着陸時や陸上での緊急脱出時に戦死したものの、遺体が埋葬されたと主張する。つまり、海上での戦死などにより、遺体が回収できなかったものは14名の中に、含まれていないということである。2019年3月26日には、平壌ヌソ国解放戦争参戦列死後の一角に、ベトナム戦争参戦。 列士27名の墓があると在日本朝鮮人、総連合会の機関市朝鮮新報が報じた。派遣部隊が北、ベトナムを撤収した時期を、ベトナム側の記述は、概ね1969年頃としている。爆山小墓地に埋葬されたものの中で最も遅く、戦死したのは1968年2月12日に、死亡した、キムギファンで、 1936年1月5日、生まれの32歳であった。一方で、前述の通りチョルスは、派遣期間を1972年までと証言しており、韓国国防部軍史編纂研究所の伊心寺は、1973年1月27日のパリ和平協定締結直前まで駐留を続けていたものとみるが、西江大学校のイハヌは、 ベトナム側の記述を覆すには根拠が不足していると指摘する。14名の戦死者は爆山省乱山県、単人社丹板村のルンホアン級に埋葬された。墓地を管理している元ベトナム人民軍兵士のズオンバンジャウによると、1965年から1968年にかけて北朝鮮大使館員が爆人省、爆山省、乱村省で土地を探し、 最終的に、この場所が選ばれた。この場所が戦死に直接の関係があるわけではなく、北朝鮮の関係者が偶然通りかかった際、この場所の日当たりが良いのを見て決めた。ジャウの家族や村人たちは、蜘物となる鯉と黒犬を探すように頼まれたという。以前は、墓が丘の上に散在していたが、2002年に戦死者の、遺外が、故国に改装されることになった際、 学山省政府が1億ドンを投じて、墓地を記念施設として整備し、2004年に完成した。墓地の門は東つまり朝鮮の方角を向いており、墓地の中央にある記念碑には14名の朝鮮人民軍将兵の旧墓所とある。その後ろに並ぶ14基の墓碑の表側には朝鮮語で、裏側にはベトナム語で彼らの名が記されている。 毎年4月25日の朝鮮人民軍権軍説、または4月30日の南ベトナム解放記念日に合わせ北朝鮮大使館員が花輪を捧げていた。2000年3月、当時東南アジア外遊中だった北朝鮮の白南巡外務省が墓地を訪れ花輪を捧げたことを受け、3月29日には在ベトナム韓国大使館員と 韓国連合ニュースが墓地を視察し、西側諸国においてはこれまで推測を通じてのみ、知られていた北朝鮮のベトナム戦争参戦の事実が公式に確認された。2001年7月12日には、北朝鮮の金英南最高人民会議、常任委員会委員長が墓地を訪れた。2002年9月19日、金明占い人民武力部副部長を団長とする。 北朝鮮代表団がハノイにおいて戦死者の意外を引き取った。翌20日に空路北朝鮮へ帰国した際には、低省列人民武力部副部長、近衛日外務副総戦死者遺族、在朝ベトナム大使らが出迎え、同日行われた安置式では、近一鉄人民武力部長とベトナム大使が式辞を述べて、戦死者の新たな墓前に、 金正日国防委員会委員長らの花輪が捧げられた。空軍部隊とは別に、韓国軍に対する情報収集と心理戦等、任務として数十人の北朝鮮人が南ベトナムへ派遣された。マイホアによれば、派遣されたのは大敵宣伝やラジオ放送の専門家35人であった。1967年7月6日に、 在庁ルーマニア大使館が本国へ送信した外交公電には二等初期官アウレリアン・ラザルに対し、前日南ベトナム解放民族戦線の在庁臨時代表、グエン・ロンが語った内容として、多くの北朝鮮人が南ベトナムで活動しており、彼らは韓国軍の戦術、戦闘準備、指揮を研究し、韓国軍に対して大敵宣伝を展開することを任務としていて、 北朝鮮は増員を計画していたがベトナム語の習得が壁となっているなどとある。南ベトナムにおける活動はハノイの北朝鮮大使館が調整しているという。ベトナムで90年代以降出版された複数の交換戦士には北ベトナムの心理戦部門が朝鮮労働党中央委員会の作戦部門と連携し韓国軍兵士に照準を定めて イデオロギー攻撃を実施したこと、両者の協定に基づき、1966年から1967年にかけて北朝鮮が幹部を南ベトナムに派遣したことが記述されている。ベトナム公安部の出版物によれば、1971年4月24日、ビンディン賞風カット県において、小党委員会の本部が韓国軍猛虎団の攻撃を受けた。 当時正位では幹部の学習会が開かれており北朝鮮の顧問3人も同席していたが護衛の武装警察部隊が11日間の戦闘の末に韓国軍を撃退したために幹部らに被害はなかったという少なくとも1971年までは心理専用員が南ベトナムで活動していたと考えられるトンキン湾事件後防空壕や 地下施設の建設を任務とする公平部隊が北、ベトナムへ派遣された。このことは北朝鮮側の資料から明らかであるが、ベトナム側の資料でも確認することができる。1965年夏、北、ベトナム副首相レタインギと会談した金日成は、1950年代に自国で地下施設の建設を行った経験から、 500人以上の専門家と労働者を派遣できることを伝えた。また、ベトナム人民軍第299公平連隊の大使には、1965年10月から1967年12月にかけて大軍縁省において、朝鮮人民軍の支援を受けながら地下施設の建設を行った事実が記述されている。ありがとうございます。